はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は6月下旬の新作の中からフォビア聖ディンプナホテルというゲームの体験版を下調べがてらに遊んでいきます。リリースは6月の29日予定です。日本語に対応しています。コントローラーにもね対応しています。普段ねホラーゲームは遊ばないんですが、夏が近いからか6月はホラーゲームがね多いです。またね体験版がねホラーゲームばっかりなんですよね。あるのが結構リリース前になると体験版が消えていくんですね。はい。ゲームは新米ジャーナリストの主人公がホテルに隠された過去を暴きながら襲い来る数々の超常現象に立ち向かうといったホラーアクションアドベンチャーみたいですね。暗視装置のようなカメラを使うことで過去や未来の風景が見られるようになって、それを活用してどうも謎を解いて進んでいくといった展開みたいです。なんかこう真ん中になんか女の子いてない？コントローラー使えるけどキーボードでやっていきます。新しいゲーム。ゲーム中に設定を変更できます。標準アシストとか弾薬アシスト、なんかバイオハザードみたいなのかもしれんね。こう弾薬使ってみたい な銃で撃ってやっていくんかな。はい、行きます。あー怖いな。結構リアル。あ、もう誰かにこう襲撃されたんかな。バッグが光ってる。Everything is torn to shreds. Did somebody ransack my room while I was unconscious? 意識がない間に部屋荒らされたって。もう動けるかな。動けますね。はい。一人称視点はね、私ちょっと読んでね、厳しいな。まあ、光ってるところから調べていこうか。はい。Hello? Who's there? めっちゃ叩かれてるドア。焦るよね、あの叩かれたら。ん？何今の？何もバッグに入ってなかったってこと？インベントリーが増えたみたいな。なんかロックですね。金とか、いきなり謎があるね。ガーズ、これ回復アイテムかな。体力ゲージないけど。パソコン、メールですね。トリー・ハリスの記事について。お元気ですか。私の名前はロベルト。 RSI フォーラムと、もううるさいなあ、ロベルトっていうのが主人公かな。最近卒業したジャーナリストって書いてありますね。トリルハスの調査に関してあなたが言及した提案に非常に興味を持ちました。調査報道はまさにキャリアとして追求しようとしていることであり、これが素晴らしい出発になると信じています。途中までしか生まれへんわ。携帯は充電されていない。ああ結構細かいな。なんかさっき鉛筆動いてたな。めっちゃ細かいな芸がうわ扉開ける怖いけど。鍵かかってるのかな。違うんか、閉めるか。人生のパラドックス、やっぱタイムリープ的な話かな。なんかパラドックスってタイムリープ的な。でも過去と未来がなんかカメラで見れるみたいな感じでしたけどね。もううるさいなほんまに。こっちか。あ、鍵かかってるやん。見れる？誰叩いてんの？カレンダー2009年えらい古いな。12時深夜3分。特になんもない。あ、光ってる。はい、ロベルトへ。君が去る前、私は君の手助けとなるアイテムをいくつかここに残しておいた。封筒の中に懐中時計が入っている。封筒？壁掛け時計を見つけたら懐中時計を使って時間を同期させるんだ。私が間違っていなければ、これはある時点への架け橋となっている。必要の時に即戻ることができるはず。旅行中に特別なカメラレンズを見つけた。様々な現実、様々な時点に接続できるようになる。他の人が見えないものが見えるはずだ。カフェ掛け時計ってこれか？懐中時計？懐中時計？なんかある。金属の物体？あ、数字書いてある。5？ こうか。9。左からやけど、995。
3文字か。懐中時計。鉛筆リアルやな。動き方が。コップ。あのとこにコップ入ってる？特にない。焦るやん。誰？声ぐらい。これかな？こうか。違う、5文字や。5文字って数字ここや。違うわ、さっきの。特には何もなさそう。そこそこ、これか。995やったっけ？はい。開いた。鍵。トイレ。トイレ鍵かかってんの。懐中時計探すのがあるんじゃないかな。アイテムどうやって使うの？タブか。あ、違う。こっちか。あ、タブで、タブちゃおう。シフトで走ることもできるね。ここか。アイテムの使用法。使用するアイテムに移動します。はい。サブメニューを開いてアイテムを選択します。こうかな？はい。使用する。ここや。うわ、金も！もう、ちょっとやめてや。雲岩の。雲やったらやるけど、G やったらやらんで俺。うわ、きっしょ。うわ、水漏れてる。漏れてますね。ちょっと止めよう。ん？止められんの俺。止めれない。ほい。特に、あ、これか。ちょっともう気持ち悪いって。37251。これ、あれですよね。金庫、金庫。6枚の白シャツ。歯ブラシ。372251。37251。他は歯ブラシとかあるね。あ！カメラのレンズ。なんかカメラがどうのこうの言ってたね。37251やったっけ？ここか。わかりにくいなぁ。あ、カメラ。取得。これ組み合わせできんのじゃないの？勝手にやっちゃうけど。できた。カメラを使用するには C ボタンです。はい。なんか、視界が歪んできた。お、こうね。あ、なんか書いてある。これで見えないものを見えるって言ってたね。あ、え、こんなんあったっけ？ん？メモ追加済み？ちょっと待って、これな、何？あ、ないわ。やっぱり。ないけど、カメラを使うと見えるんや。でもこれ何か分かれへん。箱があるんですけど、わからんね。これでも、さあ。え？こんなんあった？あ、宝箱になってる。わお。絆創膏。特に、あれか。そうか、違うアイテムが手に入ったりするってことですね。ここも、こういう、棚じゃなかったよね。机でしたよね。他は？もしかして、違うアイテムが、これずっと使えるんかな？あー、これほんじゃ、両方で見なあかんってことですね。一回。あ、なんかある。家の古い写真。1902年。アベス？うん、ちょっと読まれへんかった。机の中は一緒なんかな。さすがにこれ中身変わってたらめんどくさいよね。あれ、でもなんか透けて見えない。ん、気のせいか。うわ、すっごい。お、足跡がある。お、イベント。
まあ、まだそこまで怖いって感じではなさそうですね。え、でもまたかって、え、またかって、うわ、なんか出てきた。子供？あ、なんかスカート入ってたね。女の子っぽいですね。あれがこのゲームの物語の。あ、開いた。中、なんかこう、革新的なものになっていくんでしょうか。ここからあらすじ。ああ、はい、始まりました。メモノートを読む。ああ、こんなん読めるんですね。あ、調査の開始からですね。ホテルのアクセス可能なエリアの写真を何枚か撮り、調査委員会から情報を集めた。都心の住民と話をし、都心で殺害された少女、ああ、今の少女ってことか。少女に関して謎があることが分かった。事件以来、少女の恨みでホテルが恐怖に陥った。市は設立以来、炭鉱の事故から有名な探偵まで不可思議な指数に悩まされている。あ、このホテルはもう閉鎖されたのかな。トレゼ・トリルハス炭鉱は謎の事故以来閉められている。報告によると、崩落により20人の鉱山労働者が行方不明となった。労働者たちの家族は鉱山の所有者であるクリストファーが声明を出すのを待っている。有名な探偵が行方不明になった。あ、ディンフナホテルは数日滞在した後、私立探偵のジュアン・ルイスは姿を消した模様。居場所については数えきれないほどの噂が立っている。はあ、あ、この人ってことか。ページをめくる。あ、さっきの。一日も何した。スワイニーから出現と奇妙な出来事について情報は全て嘘だった。報告には何も見つからなかったとし、まして何かがすでに起こったという証拠は見つからなかった。結局ここで一週間の自信を持って調査するのも何事もないということだった。明日ステファニーに会うという予定だったけども、やめようと思う。いっそこの時点で家に帰った方がいいくらいだ。これがジャーナリストの仕事であるなら別の仕事を探すべきだと思ってたけど、異変が起こったってことかな。ホテルのあちこちでロックが見える。見るが、ロックを見るが全て、異なるシンボルがついている。ロックを開くにある種の特別なキーが必要だ。自分がの職業で学んだことが一つあるとすれば、美しく複雑なロックの裏には常に最も価値のあるものが隠されているということだ。まだあるわ。どんどんおかしくなっていく。ガスマスク。今ガスマスクしてた？なんかサムネイルっていうか、ゲームの、あの製品ページの、なんていうんですか。表紙っていうかな、ゲームのパッケージっていうんですかね、はガスマスクのなんか女の子が写ってる画像があったね。少女がどうしているのか、誰であるかは説明できない。今のところ分かっているのは、自分の部屋で何が起こったのか思い出せない。全てが逆さまになって頭が痛いことだ。まあ、幽霊少女が出るっていう噂があるんや。これだけ、へー、特にはなさそうですね。あ、そういうお話。開いてるし。え？ちょ。なんかチラッと見張りましたよね。めっちゃ怖いっていう感じはせえへんけど。あ、進んでる。でも、たった11分の出来事だったんですね。610。燃えてるよ。女の子おったけどな、今。包帯を正しく使用する方法に知っていることは重要です。ガーゼと絆創膏を組み合わせて使用できるので、近くにガーゼと絆創膏を用意することをお勧めします。これはシンプルな包帯が必要な場合に役立ちます。アルコールがあれば簡単な包帯の効果が高くなります。今のところ助けが来るまでできることがこれだけです。あ、インベントリー増えた。うん。包帯重要ってことね、アルコールと。鍵ねえよ。なんかあるぞ。ちょ、待て。カメラで見た何か違うものが。見えません。うん、特にないね。包帯や言うてんの、包帯がないじゃん。
これが見取り図ですね。今610、一番端ですね。鍵があるって書いてある608の。なんか鍵っぽいマークが。ほら、そこにあるよってことか。はい、この辺にあるはず。どこや？ピン？違う？ん？いや、この棚のどっかにあるっていうことか。あ、違うわ。鍵かかってるってことか。鍵がいるってことですよね。鍵ねえよ。あ、開いてるのかな？開いてるわ！開いてるわ！ちょっと怖いな、おい。うん、特に誰も。ん？急にカメラに変えたら、なんか怖いわ。パッと出てきたら怖いもん。フィボナッチ、幾何学を使った風景 ?55? あー、これなんか鍵っぽいなー。あのパズルの。うわー、気持ち悪いなー。なんかあるわ。図面。この顔どっかで見たことがある？カメラで見ろってことかな。ちょっと一旦、普通に行っとこうか。カメラって書いてあるわ。カメラ、コネクタ。あ！なるほど、そういう、そういう使い方っていうことですね。見えないものが見えました。9。カメラ呼んでみよう。あ、消してもった。カメラは世界をつなぐ。このレンズを通してしか見えないものがある。っていうことですね。これはどんな世界なのか。戻そう。あ、通り抜けたね。あ、こうやって進んでいくんですね。暗いし怖いわ。開いてない。くしょ。引き出しの鍵。あー、なるほど。これで引き出し。びっくりした。ああ。C。なんかメタルギアソリッドの最初のボスみたいな、マンティスやったっけ？なんか書いてある？さっきなかったで。あったか？多分ここの鍵じゃないでしょうか。もう猫ちゃんついたやつ。そうね、そうね。608、手に入って、ガーゼちゃうの？ちゃうんか？え？真っ暗になったけど。めっちゃ怖いわ。見えへん。カメラ使えってことか。怖いわ、怖いわ。こっちか、608って。こっちか。なんか彫刻室みたいなの来たんけど。物置部屋っぽいね。備品倉庫みたいな。おー、なるほど。この演出嫌やな。時計のカチカチ。うっ、びっくりした！人形やった！カチカチ音。なんかパネル制御盤がありますね。コーヒーメーカー。あ、ここ、もしかしてここってなんかの実験施設的な話？コントロール。しゃがめる。ちょっと手あるけど。あ、びっくりした。金庫がある。ちょ、後ろ誰もないね。怖いわ。手持てるやん。いや、違う、これ、人形の手じゃないわ。マジマンの手みたい。扉がありますね。あかんわ。っていうことは、やっぱり、こっちで金庫か。開いてるやん。606。606って向かいの部屋かな？ここか。ここが今606か。あ、こっから出んねや。そういうことね。はい。
わ、広なったな。広なったな。ここは無人ホテルってことか。見えへんなったな、急に。見えへんとこは、普通に見ていくってことか。ページ。はい。ホテルは完全に崩落しました。少なくとも数分、多くて数時間意識がなかったようだ。あ、え、みんなどこに、あ、普通のホテルだったんですね。で、何かしらの、こう、事件が起きて、今、なんか襲撃みたいな感じか、なんかこのポルターガイストかなんか超常現象に襲われてこうなったってことですね。無人のホテルにおったってわけじゃないってことですね。はい。みんなどこに行ったのか、途方に暮れ恐怖を感じていたが落ち着かなければいけない。とても変わったことがここで起きている。それが何なのか探しに行かないと。結局のところ、まさに私がここに来た理由。これを探りに来たってことやもんね。怖いな。怖い、怖いけど、もう終わろうかな。もうちょっと進んでみようか。何が起こったんでしょうね。それを探っていくっていうことだと思うんですが。そして、あの女の子。あ、い、あ、もうちょっと気持ち悪いな。ジーザス。結構ね、まあ終わりますね。はい。この辺で。結構、虫が出てきそうな感じがするゲームですね。はい、今回は、フォビア聖ディンプナホテルというゲームの体験版を遊んでみました。珍しくホラーゲーム、なぜかやる気になったのでちょっとやってみました。ゲームは思っていたほど怖い感じではなさそうでしたね。カメラの世界と現実を切り替えた瞬間に目の前になんかいるんじゃないかと思ってドキドキしましたが、今回はなかったです。あのカメラを使って過去と未来の場面を切り替えながら手がかりを探していくといったゲームみたいですね。多分今回見ていたのは過去のホテルでしょうかね。研究施設みたいな感じですかね。それとあのガスマスクの少女との関係がね、この物語のメインになってくるのではないでしょうか。はい。あと今回はそこまでいけませんでしたけども、銃を使った戦闘、なんかモンスターとの戦闘、絆創膏とか包帯があるんでね、あるみたいですね。はい、以上となります。本作の発売は6月の29日リリース予定、日本語対応の作品です。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。